発表するで。キャロルショップ営業開始や。いつでも来てええよ、先輩。全て正常です。ええ、なるほど。今までの任務日誌を確認してました。ベルトさんは無事ですが、第二小隊には増援の他に別の任務があるんです。セントフォンテーヌの異常に対してもう見て見ぬふりはできません。ベルトさんの問題だけでしたら私もここには来ていなかったと思います。誰かに心配されるほどベルトさんは弱くありませんから。彼は英雄の中の英雄です。彼より危険に向き合ってきた人はいません。博士の言葉を借りると、ベルトさんがピンチに陥っていたとしても、それはきっと彼の意志によるものでしょう。この世に彼を閉じ込められる場所はありませんから。ええ、テスラ博士です。知っていますよね。話を戻します。今まで本部は第三小隊からもらった情報をもとに、セントフォンテーヌの怪物に対して解析システムを構築しようとしていました。そのため月の輪には特別なモジュールが搭載されていて、記録された敵の情報をもとに検出した敵を分析できるんです。ですから本部は私たちにより多くの敵のデータを送ってほしいのです。彼女たちの需要量と私が今回の任務のために作ったマイルストーンからすると、すみません、職業病です。とにかく必要なデータの範囲はかなり広く、時間的にきついかもしれません。隊員、大変ですがデータ収集をお願いします。外形と作戦モードの他に、今後はこのモジュールを使って撃破した敵のカウントも行います。異なる敵の異なるエリアでの個体数を使って敵の習性、さらに編成を分析するんです。例えば以前あなたが名付けた恋人ですが、セントフォンテーヌの各エリアでの個体数に一定の法則が見られます。事前に関連情報を入手できると戦術を考える時の参考になります。基本的な状況は以上となりますが、何か質問は？そうだ、出発する前に私のところに来てください。私も共に行動します。任務自体は難しくありませんが、今までのあなたの行いを考えると、あなたは予想外のことをしてしまうような気がしますから。
ージカンドローニャ、戦場に到着しました。行動開始。はい。隊長から任されたって。バランスをキープしないと。はい。落ちないよね。落ちないよね。大丈夫。どうしたの？システムの動作に異常は見られません。早く敵たちを片付けて次の機能の確認に入りましょう。ふっ、こちらの勝ちだ。敵たちが残した痕跡に気づいたことは？私たちにとってすぐに効果を確認できるのはこれから試す機能のみです。本部が開発したモジュールは敵の残した痕跡をもとにその種類と特徴を分析します。しかしそれには一定のデータが必要です。それがあれば知らないエリアに入った時でも向き合うであろう敵の分析を先にできます。さっきの目標よりも私たちの作戦に直接的なメリットがあります。説明だけだとあまりにも抽象的ですから、とにかくそういった痕跡を探しましょう。0019、偵察ユニットの状態を確認。行動開始。チャージ完了。終わりにしましょう。はい、データを記録中。分析結果を生成します。何のデータもないじゃない。何を分析しろっていうわけ？あ、少しは頭を動かしなさいよ。どうやら通信の中断はやはりデータの同期にも影響を与えたようです。まずは手動でデータを記録しましょう。チップを正常に動作させるにはまだ準備作業が必要です。先ほど話した彼女です。まずは映像をモジュールに記録しましょう。データを記録中。分析結果を生成します。まだデータが不十分だからだと思います。さっきモジュールのカウントを見ましたよね。関連するデータが十分であれば分析結果も完全なものになります。ですが短時間でこれを最適化するのは難しいので、今後の調査の中で徐々にやっていくしかありません。
もちろん私もモジュールを調整してみます。なるべく不必要な機能をなくしますから。痕跡の記録はここまでにしましょう。次は生体データの採集を始めましょう。モジュールにはまだ少し問題があるように見えますが、今の状況からしてまずは全ての機能のテストを終わらせましょう。には自信があります。落ちないよね。ここにしましょう。モジュールのリアルタイム記録機能をオンにしてください。もし戦術分析機能が正常に動作可能であれば、これは最も価値のある装置になるでしょう。こちらの勝ちだ。ここには現れないはずですが、一旦撤退しましょう。テストするためにそこまでする必要はありませんから。データを記録中、分析結果を生成します。データ検索、バラム、対応策、非常可能。運転？そんなの得意よ。ちょっとそいつの背中に乗ってちょうだい。警戒を維持。戦場は職場と同じです。急ぎましょう。こちらの勝ちだ。そろそろこの戦闘を終わらせ。今のところモジュールの全機能は正常に動作可能ですね。ただデータ量の問題もあるので、安定性はまだまだといったところでしょうか。徐々に慣れてくると思います。とにかく今日はここまでにしましょう。今のデータを元にして簡単な調整を行います。もし使用中に何か問題があった場合は私のところに来てください。もちろんハードウェア的な問題でしたら私もお手上げですが、なので物理的なダメージを受けないようにチップを大事にしてくださいね。正常です。テスト結果をもとにモジュールの機能を調整しました。ですが
あの個性的なプログラミングは戦術分析と密接につながっていますので。少なくとも開発者本人と向き合うことよりモジュールをオフにするという選択肢がありますから。この間試した機能は全て正常に使用できます。周辺区域の調査をするときはデータの採集も忘れないように。データは全てモジュールから確認できます。特殊な発見があった場合はみんなにも共有してください。それとモジュールはオフにできませんが、自分で戦術分析できる場合はボイスをオフにすることはできます。今のところはありません。実際どうしてモジュールがこんな風に知能的に設計されたのか私もわかりません。